ていきましょう。夢のガンダム。いやー、皆さん涙が出そうです。まあこれはあの初代のガンダムではないんですが、うわーすごい。いやー、これはいやー、やっぱりね、あの肉眼で見るとすごいですね。巨大です。最初ですね、目の前の道をですねバスで、あ、いいね、ありがとうございます。目の前の道をねバスでね通過したんですよ。だから正面からのねお姿を、バスの中から拝見させていただいてですね、胸が感動で込み上げてまいりました。だんだんガンダムがですね巨大に、見えてまいります。今ねあのライブやってるのはね、携帯電話の動画撮影でねやってるんですけど、今ねパナソニックのねビデオカメラでね 4K 撮影しております。またね帰ってからパソコンで見るのを楽しみにね、またあの動画もアップしますんで、皆さんよかったらね、お願いします。広島からねやってきたわけです。私電波がね途中で皆さん悪くならないことを祈ってます。あー、ちょうどあれですね、エンジンからね吹き出し口のところがあの LED ライトで光ってますね、下から見ると。うわ、これはすごい、これはすごいですね、やっぱり。あ、いいね、3つありがとうございます。お、スライムさんやってきた、ありがとう。スライムさんとうとう夢叶えたよ。これがね見たかったのよ、ずっと。ありがとう、一緒に夢に立ち会ってくれて。本当にね生きてる実感します。ありがとう。
はい、皆さん、こっちのね、道路を少し進むとね、右手にララポートがね、まあ200メートルぐらいですかね。ここは皆さん良かったですよ。
なんとね、ゆうちゃんラーメンというね、私と同じ名前のね、ラーメン屋さんを見つけまして、美味しかった。これが皆さんガンダム見に行ったらね、絶対ここおすすめです。もうね、餃子もね、すっごい美味しいんですけど、私美味しかったですよ。お肉がね、たっぷりのやつを頼みました。お肉がたっぷりのチャーシュー麺ですね。美味しかったです。皆さん、ぜひね、ゆうちゃんラーメン食べに行ってあげてください。マスターもね、広島に行ったことがあるとかお話ししてくださってね、とってもいい方でした。はい、それでは皆さん、ゆうちゃんラーメンおすすめです。またね。最高です。最高です。ありがとう。